GM サンラサーサンレーサーは太陽光を電気に変換して走る競争車タイプのソーラーカーである。社名のサンライスは太陽光線と競技車から作られた造語である。1987年にオーストラリアで開かれたワールドソーラーチャレンジで2位以下に圧倒的な差をつけて優勝した。以後、空気力学的に優れたサンレーサーの形態は競技用。 ソーラーカーの標準的な形態となった。サンデーサープロジェクトは、ゼネラルモーターズとエローワイヤーミント、ヒューズウェアクラフト社との共同プロジェクトであった。ドライバーは、オーストラリア人のジョン・ハービーであった。サンデーサープロジェクトは、ゼネラルモーターズのオーストラリア部門から本社へのリクエストから始まった。当時 CEO だったロジャースミスは興味を示し、 10ヶ月で制作する条件で予算を与えた。スミスはエローバイアーンミントに相談した。1ヶ月後エローバイアーンミント社の技術者が期限内に競争力の優れた自動車ができるとの回答を出した。エローバイアーンミント社のオーナー、技術者であるポール・マクレリは後にサンレーサーと呼ばれる車両の制作に取り掛かった。概念設計の段階で超計量、 超低空気抵抗に主眼を置いて、車両を開発することになった。その結果サンレーサーの形態は、今でこそ一般化しているが当時としては、奇抜な独特のゴキブリのような形状になり、重量はわずか585ポンドで、空気抵抗は CD イコール0.125であった。最高速度は時速1 0 9トルであった。全部で8800枚の太陽電池が、 ヒューズウェアクラフト社のチームの手で、車体表面に貼られた。通信衛星用の規格のガリウムヒ素太陽電池が用いられ、太陽電池の総出力は、太陽が正午の時、1500ワット出力であった。サンレイサーに用いられバッテリーは当時としては高容量な酸化銀電池が使用された。バッテリーの電力はトラックを追い越す、自動、瞬間的に、 大電流が必要な時に用いられた。フレームの重量は14ポンドに抑えられた。ケブラーを車体に使用した。1987年春から夏にかけてテストしたが、問題はなかった。オーストラリア大陸を縦断するソーラーカーレースである第1回ワールドソーラーチャレンジは1987年11月にダーウィン・アデレード館にて開催された。 探検家スチュアートにちなんで名付けられたスチュアートハイウェイでアリススプリングを中間地点として行われた。参加車両24台の中で最高速度を出してポールポジションを獲得、レースでは常に先頭だった。あまりの高速でサポートカーが追いつくのが精一杯という場面もあった。総延長 3005km での平均速度は時速 66.9km であった。 5.2日でゴールした。2位より50%早かった。2位の車両は2日後にゴールした。GM の CEO であるロジャースミスは自らアデレードに出向いて優勝チームを祝した。翌年1988年6月、サンレーサーは太陽光を動力源とする車両の速度記録をアリゾナ州メサで樹立した。 2005年ワールドソーラーチャレンジで優勝したヌナさんの最高速度は時速 140km であった。GM はサンレーサーを多くのイベントに巡回させた。GM は中高生に映画を見せた。サンレーサーはスミソニアン博物館に寄贈された。サンレーサーはこれまでに製造されたどの車よりも高額だった。同時に太陽を動力源とする。 アメリカ社の市場を喪失した。概念は電気自動車の開発に受け継がれている。サンレイサーは GM インパクトに受け継がれた。インパクトは EV1 に受け継がれた。ありがとうございます。